なんて強さだイクス。乾杯だよ。またいつか世界が交わるところで手合わせしたいな。今回は遅れを取ったが、次は負けないぜ。なるほど、やはり皆それぞれのティルナノーグから集められていたのですね。なぜこうなったのか、推測は私たちに勝ったイクスに任せましょう。いずれまたお目にかかれれば幸いです。今のは一体何だったのだ。説明しろ、イクスネーベ。そう言われても、さっきの俺イクスたちの言葉を聞く限りだと、ティルナノーグの分子世界のようなものがあるということのような。つまり平行世界のイクスネーベがこの場所に集ったというのか。多分そうだと思うよ。今流行りのマルチバースってやつだね。きっとそれぞれの世界にいるイクスネーベがこの場所に集められたんだ。なぜそのようなことが。いや、そもそもここは一体どこなのだ。それに貴様は最初のイクスネーベではないか。相変わらずふてぶてしい顔をしよって。だったらウォーデンだってふてぶてしい顔をしてるってことになるよ。俺の体なんだから。なんだ、いきなり俺のことをウォーデンと呼んでくると。あれ、もしかしてイクスさん、どうかしたんですか。ちょっとね。それより二人とも、いろいろ確認をしたいことがあるから、テイフェスの話を聞かせてもらってもいいかな。まあいろいろあったが、最終的には黒幕の思惑を阻止し、こうしてキロにつくことができたというわけだ。聞けば聞くほど楽しそうだな。羨ましいよ。俺もテイフェスに参加したかったな。イクスさん。そうですね、俺もイクスさんと参加したかったです。貴様は俺が手にかけてしまったからな。そんなことがなければ、もしかしたら参加することも可能だったのかもしれないが。あれ、でもそれぞれの世界での生死とテイフェスの参加条件はイコールじゃありませんよね。というかイクスさんってそもそも亡くなっている。なんか記憶がふわっとしていて。なるほどね、やっぱり二人は俺に関する記憶があやふやになっているのか。イクスさんには心当たりがあるんですか。まあね、でも一旦俺の話は置いておこうか。まずは今の状況を紐解いていこう。今回の事件の鍵を握ってるのはズバリテイフェスだと思うんだ。どういうことだ。テイフェスって場所は夢が具現化した場所なんだよな。敵対していた人も違う世界の人も時間の流れが違う人も、みんなが新横浜に集合できるという夢のさ。そんな場所に具現化という力を持つ鏡師のイクスが参加した。テイフェスという夢の具現化の力とイクスの具現化の力が共鳴し合ったと貴様は考えているのだな。ああ、多分テイフェスの熱狂に当てられたイクスは疲れて帰りの船の中で眠ってしまったんだ。そして眠っている間に具現化の力が暴走して自分が見ている夢を具現化してしまったんだと思う。でもそれならどうしてナーザ将軍やマルチバースのイクスネーベがここにやってきたんだろう。まあナーザ将軍は俺の体を使っているからね、巻き込まれたんだと思うよ。ではマルチバースのイクスたちはどうなのか。同じ存在だからといってそう簡単に多次元宇宙の自分が現れてたまるものか。それはきっとテイフェス空間からティルナノーグに移動するときに使う BNE ゲートの影響じゃないかな。 BNE ゲート、ビヨンドザワールドナビゲーションエンコーダーですか。確かあらゆるテイルズオブ世界の存在を一時的に一つの世界へ集結させるために使う転送用のゲートですよね。ああ、俺たちもそこを通って新横浜に行ったな。そういえばあれは世界の壁を越える超次元的な力を持っているそうだが、多分眠っているイクスは夢を具現化している状態で今まさにBNE ゲートを通っているんじゃないかな。だから具現化された夢の世界に BNE ゲートを通じてマルチバースのイクスネーベが召喚されている。ど
おっと、また現れたな。彼らもどこかの世界のイクスネーベなんだろう。彼らを元の世界に返してあげないと。あの者たちを気絶させて、ここに存在する力を弱めれば、先ほどのイクスたち同様に自分の世界に帰っていくのではないか。わかりました、やってみましょう。みんなそれぞれの世界へ戻っていったようだな。しかし、もし最初のイクスネーベの言う通りなのだとしても、マルチバースのイクスネーベが召喚されている理由がわからぬぞ。ん？心当たりでもあるのか。俺、テイフェスがすごく楽しかったんです。だから俺だけじゃなくて、最初のイクスさんや二人目のイクスにもあの楽しさを知ってほしいって思っていました。みんなそれぞれがティルナノーグのイクスだから。そうか、その気持ちと BNE ゲートの力が結びついて、具現化された夢の世界に自分とは違うイクスネーベを呼び寄せてしまったんだな。なるほど、まあそういうこともあるのだろう。ところで最初のイクスネーベよ、俺や3番目のイクスの貴様に関する記憶がぼやけている点はどうなのだ。ああ、その話覚えてたか。失敗したな。え、何かあるんですか。まあ大した話じゃないよ。テイフェスの参加者はどんな状態で集うのかってこと。 BNE ゲートを使うと、そこを通ったテイルズ・オブ・世界の住人はその場にふさわしい記憶だけを保持して新横浜に到着するのではなかったか。そうでしたね、そう聞きました。それと、それぞれの世界に戻るときはテイフェスでの記憶を BNE ゲートに預けていくって。ああ、だから今のイクスとナーザ将軍も本来のティルナノーグの時間軸とは違うテイフェスにふさわしい記憶を保持しているんだ。だから俺がこの場にいることをおかしいとは思わない。本来の俺はもう消えているのに。ありがとうイクス。イクスがテイフェスに参加してくれて、俺たちにもテイフェスを体験させたいって思ってくれたから、俺は今ここにいるんだ。そうだ、そうだった、イクスさんはもう。そうであったな、イクスネーベ。貴様と共になれたことは俺の人生の大きな財産となった。ありがとうウォーデン。イクス、これからも頑張ってくれよな。はい。イクスさん、俺たちもそろそろ行きましょう。あ、なんだ、やっぱり来てたのか。声をかけてくれればよかったのに。いや、もしも俺が割って入って何かこの世界に異変が起きたら大変だから、余計なことはしない方がいいかなって。初めましてイクス。やっぱり存在が近いから俺も。まさか君は。ミリーナのことよろしく頼むよ、ずっと見守ってるからって。ああ、ここでの記憶は BNE ゲートに持っていかれちゃうのか。でも大事な幼馴染だからさ。わかった、任せてくれ。さあ二人とも、そろそろ目覚める時間だよ。さよならイクス。それにナーザさん、いつかまた BNE ゲートをくぐった先で再会できる日が来ることを祈ってるよ。なんだろう、何かすごい夢を見ていたような、なんだかわからないけど楽しかった気がする。それに大事な人にも会えたような気が。うん、きっと素敵な夢を見ていたんだな。また夢の続きが見られるように今日も頑張っていこう。さてと、コーキス起きろ、朝だぞー。